さあ、オリックスですけれども、今回の内容は他球団選手の去就ということで、まあ、戦力外通告がですね、10月のこれ2日から始まりましたけれども、6日目が終了したということでございまして、オリックスもですね、一時戦力外通告っていうのを、まあ、6名ね、発表したという感じになっております。前回は3日目までね、まあ、お話をしたので、改めてね、オリックスもこう発表しました、この4日から6日間、ここのね、間のちょっと状況を整理していこうかなというふうに思ってます。一体ね、この中からオリックス誰が獲得するのか、これはもう選手だけじゃなくてですね、指導者含めてですから、ちょっとね、他球団の状況も、ちょっとこう合わせてご紹介できればと思ってます。で、まずね、10月の5日から7日のこの3日間ですね、広島がざっとまず発表しましたけれども、ご覧の通りということで、やっぱね、大方の予想通りドラフト1位の岡田投手と矢部田投手がねなったということで、第2次とかであれば育成でのこう再契約を見据えてのこう自由契約になると思うんですけど、第1次に関してはねシンプル戦力外ということで、まあね、福良 GM も正隆ではなくて岡田投手行きたいってずっと言ってて、球団のハンナでね正隆になりましたけど、これ正隆じゃなかったらね、もうほんと末恐ろしかったということでございまして、そんなね、大正大の岡田投手、今年もドラフトで、上田投手がね岡田投手2世なんて言われてますけど、まあ、彼がね戦力外になったということでございます。そして、中日ですね、中日に関しても、外国人アキーナ・アルモンテの対談が決まってるっていうのと、あとはですねドラゴンズファンは結構驚いたんじゃないですかね。なんか勝手ながらやっぱり大卒で東芝でってことで、なんか増井投手みたいな感じでなるのかなと将来的には思ってたんですけども、普通にねどっかが手上げそうですけど、まあ、オリックスは正直ないんじゃないかなっていうふうに思いますが、青山学院大東芝、まあ、非常にこうエリートコースというかですね、強豪校のところから強豪チームに行って中日に2019年3位ということですからね、上位指名ですからちょっと驚きましたけども、それ以上にねちょっと驚いた点で言うと、これね、あの荒木さん、中村のりひろさん、西山さん、まあ対談してですね、まあ、西山さんは自分でこう申し出たと、成績不振による責任感というところでらしいんですけど、そのままで対する大野さんとか堂上さんとか福田さんがコーチになるということなので、ここねちょっとまあ驚きましたけれども、特にその荒木さんなんて生え抜きのレジェンドスターじゃないですか、中村さんもね中日に在籍をしたことがあるということで、まあ、非常に癖があるというか独自のね、中村のりさんならではのこう指導法っていうのがありますから、石川昂弥選手に対してこうやったりとか、のりみたいなフォームに石川選手もなってましたけども、2軍でね大砲候補を作ってほしいっていう意図で立浪さんから依頼があったわけですけどね、この2人がちょっと対談したのは正直ちょっと驚きましたよね。そして西武ですね、西武に関してはちょっと育成契約予定の佐々木投手、森脇投手、そして巨人でね移ることになった宇都宮さんはちょっと覗いてるんですが、驚いたのはやっぱ超ヤクと人的保障、加入1年目で、まあ、なかなかね肩の怪我があってっていうことで WBC も欠場しましたし、今年はね5試合に、出場が止まってるということでございます。人的保障1年で首切るってなかなかないんじゃないかなってことで、オリックスもね、竹安投手が今在籍をしてますけど、彼がやってきたのって2019年からなんですよね。まだ5年いるということを考えると、まあ先発とかねリリーフとか違うとは思うんですけど、それでもね1年ってあっという間だなということで、 9.00 っていう、ね、なかなか成績としては、いいものが残せなかったっていうのがあるかもしれないんですけど、超投手としてはね、まあ、台湾だったらいつでも戻れると思うんですけど、日本の独立チームもちょっと視野に入れながら移籍先をこう模索してるってことで、まあ育成契約でもないっていうことですからね、ここはちょっと驚きでした。そしてジャイアンツですね、ジャイアンツに関しては育成選手6名を追加で発表したということで、巨人とかソフトバンクとかちょっと育成選手が多いですから、こういう戦力外の時にはねずらっと名前も出てくるわけですけども、その中でもね大久保コーチが対談をしたということで、ここも、まあ、原監督退任によってですね、声をかけてくれた原監督が辞めるんだったら、まあ、自分も辞めますということですけど、実績としてはですね、チーム打率2割5分2厘、これセリーグ2位が2割4分7厘なので、唯一セリーグでは2割5分超えてるというような実績がありますし、ホームランの数も164発ということで、セリーグ2位は123発なんですよね。40本差が空いてるということで、かなりちょっとコーチとしての腕前っていうのは高いんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、まあ調べてみたらね、オリックスの今の首脳陣とは誰一人関わっていなかったので、まあ去年ね中日の春さんが来ましたけど、同じウエスタンだったからっていうのもあるかもしれないですよね。広島の水本さん、添木さんも同じウエスタンですし、まあそうなってくると、もともとね日本ハム
ムと誰かこう関係性があるから今こうそういう元日本ハムみたいな人材が多いですけど、そういうことでもないので、ちょっと大久保さんがオリックスに来るっていうのはちょっとイメージしづらい部分ではあるので、逆に言うと、まあ、楽天含めてですね、ゆかりのあるチームとかがなんか声をかけそうだなというふうに思いましたけど、まあそれとは別にね、戦力外ではないんですが、去就というところで考えて中田翔さんがですね FA 権をなんか行使するんじゃないかみたいな話ができてました。まあ坂本選手がショートからサードにコンバートされて、サードの岡本選手がファーストに、で秋広選手が外野にっていうことで、結構やっぱ DH がないセリーグだとね、ちょっと出場機会が激減してしまってるということで、まあ中日とかですね、 DH のある西武とかがなんか声をかけるんじゃないかみたいな話もありますけど、結構ねオリックスファンの中でも中田さん来るのかなって思ってる方もいらっしゃるんじゃないですかね。ただ巨人にね日本ハムから移る前にね、オリックスもちょっと声をかけたみたいな、これ記事が、これ本当かどうかわかんないですけど上がってまして、中島監督福良 GM は、まあ、日本ハム時代にねちょっと関わりがあるということで、よくね巨人との今でもそうですけど試合前とか中田さんと中島監督が喋る写真とかがね記者とかがこう上げてるの見ますけど、関係性があるっていうところで、号を出したらしいんですけど、本社の方がねあんまりちょっとコンプライアンス的にっていうところで、ストップがかかったそうなので、まあそうなってくるとオリックスはちょっとこうないのかなっていうふうには思います。わかんない、その記事が信憑性がそんなに高くなければあるかもしれないですけど、でもね頓宮がいるしね、まあ、DH 空いてるっちゃ空いてますけど、右の大砲ね、まあ吉野部も移籍するしってことで長打力ちょっと補いたい、もうもちろんわかるんですけどね、うん、なんかそういう記事が上がってる以上はちょっとこうイメージはしづらいのかなというふうに思います。そして最後日本ハムもコーチの稲田さんですね、稲田さんが対談をするとこういうことでございます。43歳、今年1年間ちょっと在籍をしたということでございます。まあ以上がですね、この3日間での戦力外、去就、もろもろ含めてのお話になったわけなんですけども、以前はですね左ピッチャーをねちょっとこうご紹介させてもらいました、どうなんだっていうところでお話ししましたけど、今回はちょっと選手ではなくてコーチ陣ですね、そこちょっとお話ししていこうかなっていうところで、まあオリックスに押したいというかちょっと可能性があるとするならばということで、まず稲田さんですね。稲田さんに関してはもう日本ハムということで2004年から2009年日本ハムに在籍をしてます。なので、中島監督福良 GM はじめめちゃめちゃ被ってます。しかも日本ハムファンからすると結構やっぱ評判高かったらしいんですよね、稲田さんって。なのでちょっとですねまたハム関連の人材が来るのか来ないのかっていうような感じかなとちょっと思いました。はい、まあもともとね守備コーチ、内野守備コーチということで、まあ、もしかしたらこう一塁三塁コーチはやってたと思うんですけど、オリックスだと田口さんとかね瀬尾さんがやってますよ。まあそれじゃなくてもね二軍で出るとかでも全然大丈夫ですし、今ねなんかこう小島コーチとか松井コーチが三軍でいるっていうような状態なので、そこに入ってくれたらちょっと半端じゃないなというふうに思ったんでね、ちょっとそこで稲田さん改めてちょっと紹介をさせてもらいました。そして2人目ですね、荒木さんということで、荒木さんはですねオリックス関連でいうと春さんと1年間かぶってるということで、まあ同じウエスタンっていうのもありますから、まあどうなのかなということです。しかも春さんに関しては1軍でねコーチをしていた中で、オリックスに声がかかったということなので、荒木さんも、内野、守備走塁コーチということで引退してからね2軍のコーチにずっと勤めてました。まあ春さんパターンであり得るのかなっていうふうに思うのと、まあ生え抜きレジェンドスターをですね結構存在な扱いをしてるのかなって外から見ても思うので、まあ他球団オリックスだけじゃなくてですね結構やっぱ必要としてる球団はあるんじゃないかなっていうふうに思いましたよね。で西山さんに関しては水本ヘッドと現役時代1年だけ被ってるんですけど、水本さんが1年間だけなんですよね。なのでまあそうはちょっとこうあんまり関係性としてはないのかななんていうふうにちょっと思いました。そして3人目中村のりさんということで、まあオリックスにもね2006年在籍をしてましたけども、近鉄時代含めてですねスカウト人とかなり被ってます。まあ、コーチでいうと吉田コーチと、選手でいうと平野義久さんと1年間だけ被ってるということなんですけども、ちょっとねここに関してはあまりにちょっとこう独特な感じの方なので、まあチームの雰囲気に合う合わないみたいなのがあるのでね、一概にこうしたいでいるわけではないんですけども、関係性がある以上可能性はあるのかなというふうに思ってですねちょっとお話をさせてもらいました。それでいうと春さんとは違って中村さんは2軍でコーチをしているので、がっつりウエスタンの試合とかでもまあ関わってると思うんですよね。なので西山さんとか巨人の大久保コーチよりかはなんかイメージがしやすいのかなっていう感じでちょっと紹介をさせてもらいました。ということで今回のテーマ、ここ最近4日目から6日目までの戦力外、そして他球団の指導者含めた去就についてちょっと整理をさせていただきました。まあ、この中でオリックスにやってくる人がいるのかどうかっていうようなお話なんですけれどもね、皆さん改めていかがでしたでしょうか。ぜひね、今回のテーマで何か思うことがあればコメント欄を通じて教えてもらえたらなというふうに思ってます。ということで今回のお話は以上とさせていただきます。最後まで聞いてくれて本当にありがとうございます。次回もオリックスについて語っていこうかなというふうに思いますので、チャンネル登録とそしてグッドボタン、ツイッターのフォローなどなどでですね、このチャンネルを応援してもらえると本当に嬉しいので、よろしくお願いいたします。それでは今日もありがとうございました。